そして続いては有野の穴。毎回アニメ業界の方を招き、その世界の舞台裏を有野が暴く。今週のゲストは後藤沙織さんです。はい、よろしくお願いいたします。今回のゲストはギャラクシーエンジェル、恋恋セブンなどの人気作品に出演している声優、後藤沙織。声優さんの仕事っていうのは同級生とかにバレるもんなんですか？顔が出るもんじゃないじゃないですか。ちょっとややこしいでもないですけど、なんていうのかな、わかんないです。なんか図書室とかに行くと、うん、結構アニメのポスターがずらーって貼ってあったり、私で私が一応出てる雑誌とかが置いてあったりして。雑誌も置いてるんですか？変わった図書館ですね。あ、これは、うん、気づかれちゃってるのかなとか思ってたんですけど。あ、図書館によく行くタイプだったんですか？そうですね、一人で図書館で過ごしたりとか。え、後藤さん友達とかいますか？いたかな。携帯に何件ぐらい友達は一応5人くらいは入ってる。5人？少ないですか？うん、少ない。ちなみにつぶやき四郎くんは10人だ。今つぶやきくんの半分です。その仕事仲間とか合わせたら何人ぐらいになるんですか？10は行くはず。せめてつぶやきくん抜くぐらいの嘘つけばいいのに、なんでつぶやきくんの同等ぐらいの10って言うんですか？くらいはいると。10くらいはおる、10前後。いや、でもメアドを知らない友達とかいるんですよ。あ、会うたら喋るけど、うん、あ、それはね、友達じゃなくて知り合いですね。あ、先週のゲストの、小清水さんと、はい、ラジオコナミのホームページで聞けるようになってるインターネットラジオなんですけど、はい、その時はこれぐらいのトーンで喋ってるんですか？結構、うん、普段がこういう感じなんですけど、うん、菊池桃子風に喋ってあるんですよ。それぐらいのトーンで。はい、ぜひラジオの方に。あ、ゲストに。ゲストっていうかメール送ってくだされば。読みますんで。わかりました、じゃあ送りますわ。小清水さんとはどういう関係ですか？私がこんなに近くて、うん、こんなに仲良くなれた声優さんっていうのは初めてだったりしたので、うん、1個清水さんの方が上なんですね。そうですね。で、そんなに仲良くなって、うん、じゃあもう電話番号とか交換してるの？うん、してます、ちゃんとしてます。じゃあかけたりするんですか普段は？たまにメールしたりとか。その時はびっくりマークとかつけるんですか？つけますね、うん。あ、メールの中では元気な感じに見えますね、じゃあね。多少そういう風に作ってるんですか？そうですか。はい、仕事が入ったらもうちょっと声ハラハラですか？本番になるとやっぱりそれは私とは違う人格なので、うん、そこからもう変わっていかなきゃいけないので、うん、なんかそれやってもらえますかね？今ですか？じゃあ明日でもいいです。いやいや、今やります。そうですよね。何のキャラクター？恋恋セブンのアスカ弥生ちゃんです。あ、じゃあお願いします。みなさん、こんにちは、なのです。アスカ弥生なのです。よろしくです。恥ずかしい、これ。恥ずかしかったですか？そんなに声出るじゃないですか。じゃあ告知があるということなんですが、はい、はい、コナミさんの方から、はい、ファーストアルバムの F が現在発売中なんですけど、うん、そして同じくコナミさんの方から、うん、マンスリーモネという先ほども言った小清水亜美ちゃんと一緒に出演しているドラマ CD も毎月1枚ずつ3月まで発売されるので、はいはい、そっちも聴いていただけたらいいなって。今週のゲストは後藤沙織さんでした。ありがとうございました。マントラ。